すみません、皆様こんにちは。マイクない方がいいですかね。聞こえます。マイクない方がいいですかね。はい。今年で6回目ですかね。ぐぐらい報告会にこれだけたくさんお越しくださいましてありがとうございます。ですね、実際には13時10分から始まるんですけど、ちょっとローカルセッションというかのところでハウスキーピング周りのところも含めてちょっと GDG の紹介からちょっと先に始めたいと思います。皆様今日一日よろしくお願いします。はい、ですいません、GDG の紹介というところで、Google のテクノロジーを広く学ぶための地域コミュニティです。で、特にその Google 縛りというわけではなくて、別に他のプロダクトでもいいんですけども、まあ、Google を知るにはここで他のプロダクトも知らなきゃいけないので、特にその辺は Google じゃなきゃいけないということにはこだわってはいません。今多分マイクを切ってるので大丈夫かな、こう言っても、はい、で、Google の関連コミュニティなんですね。で、GDG って Google デベロッパーグループの略なんですけど、今現在 GDG がある国の数が107で、活動中の GDG が582あります。で、直近半年で開催されたイベント数が3229です。でこれ活動中の GDG っていうのが結構これすごくて、3ヶ月間活動しないとこれカウントから外れるんですね。で世界中 の地図からなくなるんですっていう、もうリアルタイムでこう変わっていくので、なんでその数が現在リアルタイムで動いているのが582っていうことですね。はい。で、全国日本では10チャプターあります。で、まあ、基本的には地名を返すんですけども、中国とか九州とか四国とか、あと信州もそうなんですけど、日本ではこうあえて広く県をまたがったような形で活動っていうのをしております。はい。で、GDG 自体は、2012年の7月に発足しています。一応私とあとアダコダさんの方でオーガナイザーをさせていただいています。主には、まあ、この塩尻インキュベーションプラザとかエンパークとかそういうところで活動していますが、別に北進とか東進とか南進地域とか他も行きたいと思ってますので、ぜひお声掛けくださればやりたいと思っています。はい。あとコアメンバーですね、今日はもう来てますけども、いろいろ、休憩時間とか懇親会とかで、いろいろ話しかけてもらえると、嬉しいです。はい。今のところコンパスの登録数は117名ですね。特に会員とかで囲い込みはしていないんですけども、数としては GDG 進出者117名となっています。はい。イベント情報は GDG とか、信州で共有してもらえば、ホームページありまして、イベントをそれぞれレポートとかもしてますので、もう今35回とかですかね、結構な数数えていますはい。あと、去年、GCPUG っていうですね、Google、クラウドプラットフォームのユーザーグループを発足しました。でこちらの方ですね、今日来ていただいている GE の、中村悟さんもそうなんですけども、こういった活動もしていますので、これもまた後ほどご紹介したいと思います。はい。あと、新州こう自発的にいろいろガジェットがですね、どんどん増えてきてですね、ちょっとオリジナルイベント化してるんですけども、ちょっともうそろそろ本当にこう1イベントっていうレベルじゃなくなってきてて、中にはすごいもう世にプロダクトレベル出てもいいんじゃないかっていうのも出てきてるので、今年ちょっとそういうのを目標に私活動したいなというふうに思っています。で今日はちょっと時間があればライトニングトーク枠でいくつかご紹介したいなというふうに思ってるんですけども、はい、ここにつぶたくんとかゼロ式電子ゲームとか裏追いサイリウムとかですね、電車でゴーティーって先ほどはちょっと見つけましたけど、 N ゲージのやつですねとかあります。はい。あとはですね、ナレッジっていうですね、ちょっとものではないソフトウェアですね、ところで情報共有ツールのところとかもやっていたりします。はい。で、先日ですね、Google I/O ライブビューイングということで夜中に、これちょっと場所は非公開なんですけども、毎年これもやってます。Google I/O を生でリアルタイムでみんなで見ようという会になっています。なので、毎年これもやってますので、もし夜中なんですけどもご参加いただければというふうに思っています。で今日ですね、この会になります。はい。本日のアジェンダなんですけども、まあ、見ての通りですね、中継セッションという形で、16時ぐらいまで、あります。で、Android デスクトップ系ですとか、あと GCP 系とか、あと Web とか VR とか、と盛りだくさんになっています。で、その後ですね、ローカルセッションとして、今日、お越しいただいている、ディベロッパーエキスパートの方ですね、その現地の様子とか、概要の裏話とかですね、
などに行ったりとか、あと、ライトニングトークをやったりとか、あと、これも恒例なんですけど、ミニパネルディスカッションみたいなのもやらさせていただきます。でその後、懇親会ということで、一応19時半まで、長丁場ですけども、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日のゲストスピーカーを、ご紹介します。中村悟さんと、ザキさんですね。あ、いいですか。もう、二方もとても大変有名な方なので、はい、ぜひちょっとこういう機会にいろいろコミュニケーションを取ってもらえると、はい、助かります。地方から来たんだ。はい。よろしく。はい。あとですね、ハウスキーピングもあるんですけども、お手洗いですね、そちら、一応札はありますけども、右奥行っていただいて、左に曲がって、左側ですね、すぐにあります。で、その裏手がちょっと分かりにくいんですよ。ぐるっと U 字に曲がったところに自販機ありますので、ちょっとお飲み物とか借りられるでしょうか。一番最初にやっていただいたので、ワイワイ。あと、すいません、ここは完全禁煙になりますので、よろしくお願いします。あと、駐車券ですね。一応6時間無料の駐車券入り口でやってたんですけども、大門駐車場をご利用の方で、駐車券通してない方いらっしゃいましたら、通していただけると、無料になりますので、これ無料じゃないとまあまあしますので、ぜひお忘れなくお願いします。Wi-Fi は、そちらとそちらに書いてありますけども、SIP6A っていうのが見えていると思います。GGG in SIP でいきます。で、ちょっとすみません、これもし途中でですね、ちょっと同じ回線を使っているものですから、もしちょっと品質が悪くなっちゃった時に、ちょっとWi-Fi を切っていただくようなことをお願いするかもしれないですけど、今のところ大丈夫ですので、はい、ちょっとその点だけすみません、お願いします。あとハッシュタグが IO17JP、これで、JP の、今回ですね、全国でやってるので、そこのところのハッシュタグで流れます。ツイッターの方はこの横のスクリーンの方で順次ですね、ずっと流れていきますので、どん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 ツイートしてもらえると。で、もう一個のハッシュタグは GTG 信州、これは信州オリジナルのやつなので、つけてもつけなくてもいいんですけども、まあ、つけておくと後でですね、追いやすいので、まあ、これも一緒にセットでつけてもらえると思います。あと、今回ツイッターとか YouTube とかですね、いろいろ写真とか皆さん撮ったりとか、あと、まあ、映像の方、サーバーにアップロードしたりっていうのがありますので、一旦ちょっとその写真とかのですね、許諾のところ、もうどうしてもダメだっていう方は、ちょっとすいません、映らないような形にちょっと配慮していただいて、すいません、と思います。ちょっと一個一個モザイク入れたりとか、ちょっと現実的に難しいので、はい、ちょっとそのような形になります。はい、ということですね、まあ、今日はちょっと、コーディングとかないですけども、まあ今日一日楽しみましょうということで、皆様よろしくお願いします。じゃあ、しばらくですね、お待ちください。13時10分に、開始になります。